南海バス大阪、銚子線とは、大阪府大阪市と千葉県銚子市を、京都市や東京都、千葉県四街道市、富里市、成田市、香取市を経由して結ぶ、夜行高速バスである。全便座席指定制のため、乗車には予約が必要。運行会社や主要旅行会社のほか、インターネット上、コンビニエンスストアで、乗車券の予約、購入が可能。ただし、 千葉交通のサイトでは、当日空席がある場合は、予約なしで乗車できる旨が記載されている。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン・港町バスターミナル、南海南場高速バスターミナル、大阪駅前、高速京田、鍋京都駅、八条口秋葉原駅、四街動駅、富里バスターミナル、京成成田駅、成田空港、八甲の里、高崎、佐原駅、北口、海側、東野省、銚子駅両方向とも、 港町バスターミナル、南海南場高速バスターミナルの順に停車。大阪府大阪市阪神高速道路第2京阪、道路名神高速道路から、新名神高速道路東名阪自動車道、伊勢湾岸自動車道東名高速道路から、新東名高速道路東名、高速道路首都高速道路3号線首都高速湾岸線、東関東自動車道から新空港自動車道。 国道356号千葉県調子資料車とも、原則三菱不走、エアロエース、または、日野、セレガで、ハイデカー独立三列シート車を使用する。ありがとうございます。